先生の集中講義をめたいと思いますで、えー、ともともと一昨年の暮れぐらいにですねあの4年にいっぺんぐらい研究室で集中講義を持てるということで院生、えー、の人たちにどなたを呼びたいですかというお話をしたら満場一致で三奈さんを呼びたいということになってですねお話したところ快諾いただきまして,、えー、と来,て来ていただくことになりました。で 多分皆さんのよく知ってると思いますけれども主として生物統計学と進化生物学を専攻されていらっしゃってエボルグとか、えー、バイオメントとかですねいろんなメーリングリストを主催されていらっしゃったりえっ、ー、とたくさんの論文とか著書をお書きになっていますで元々は、えー、と東京大学農学部ご卒業で、えー、と僕もあの大学院時代に集中講義で来ていただいて非常に感銘を受けたという覚えがあって是非皆さんにはですね 3日間最後までこう聞き通してほしいなっていう気がするんですけどもで現在は、えー、と東京大学と東京農業大学と京都大学の教授で9大は非常勤講師あちこちの先生をお持ちいただいてらっしゃいますで、えー、と著書の本もたくさんあるのでもここは割愛しますけどもあのぜひ あの終わった後日本と判明を受けると思います。ということで、はい、ですけど。わかりました。ありがとうございます。はい。はい えっと、それではどうもあの皆さん3日間になりますけれどもよろしくお願いしたいと思います。であの今回はその講義とともにです、ね、あのパソコンの実習も入れております。であの講義の方はあは基本的にもう私が話すのでいいんですけれどもおそらくあのパソコン実習、えっと、持ってこられているパソコンすみません今ざっと見た感じ皆さん Windows なのかなひょっとして Mac の方いらっしゃいますあそうです分かりましたあの今回はちゃんと Windows とあの Mac と両方対応できるようにあのトウ、えー、持ってきましで大丈夫かと思います。 はい、あのリラックスはいないんですよね。いや、私リラックス知らないんです、もうその点に関してはすいません。全く対応できません。申し訳ないです。はい、えっとそれでですね。あの、基本的なやり方なんですけれども、えっとそっか。最初に全体のカリキュラムをお見せしたら嬉しいですね。ちょっと待ってくださいね。 あ、あの今回のその集中講義に関しての情報、あるいはもしあの質問があったときのですね、対応はすべてあのウェブサイトあるいはそのツイッターの方でやりますので、あのもしえっとあのその時々皆さんからレスポンスがあったら、それに対するお答えはしていきたいと思います。あの私のサイトはもし皆さんもあのラ繋がっているのか大丈夫かな。 はいあのー、今、講義の時はほとんど使うことはないですけれどもあの必要に応じてそのパソコン実習の時にはあのウェブにつないで必要なファイルをダウンロードするなどなどということがありますのであの乱接続だけは確認しておいてください。であの私ののサイトの中にです、ね、ちょっっと待ってくだださい、ねえっと、これだ <laughs> 旧、はい、大のこちらの研究室のウェブサイトに既にそのタイムテーブルなどなどは載っています。であの基本的な考え方考え方というか進め方としましてはあの生物体系学に関しての概論でこの概論というのは要するにその生物体系学その系統学なり分類学がどういうふうなその進展をしてで特にここ半世紀の間ですね進展をしてあの現在に至っているのかというその歴史を含めた概論これがあの一番最初にあります。 ただあの現在の,その生物体系学というのはまあこれは国にいらっしゃる皆さんその陰性の方がほとんどだろうと思いますからあのご存じかと思いますけれどもあのかなりあのデータ解析のツールに関してはあの先鋭化していますでこれはあの生物統計学に関してもあるいはあの系統推定の方法に関してもかなり先鋭化しています。あの先鋭化すすととといいううのどこかま 先端の理論的なフロントはどどん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 先に進ででるんですねでところがあの一つ問題になるのは我々が実際にそういうふうなそのツールを使ってでこの場合ツールと言ってるのはあの統計解析のツールだったりあるいはあの系統推定のためのツールだったりするわけですけれどもそういうツールを使う,使う場合にですねあの 本当にその中身が分かって使っているのかということともう一つはですねいろんなツールがこう次から次へとこう出てくるんだけれどもどういう場面で使い分ければいいのかというそういう要するにユーザー側の立場としてですねあの知っておかなければならないいくつかのお作法というのがあるかと思います。であのの今回は一応そ,の、えーその なんていうか話の中心は生物体系学なんですが実際に我々がそのデータを扱う場合にはどうしてもその統計学の知識が必要になってきますので、えっと、全体の3分ののぐらいは統計の話を入れますで特にその分子レベルのデータを扱う場合にはあの統計的なモデリングっていうのはどうしても必要になりますので、えー、その全体の3分の1は統計の話を耳にしながらし なおかつ必要に応じてその生物体系学の,その関連する分野との,そのコネクションをです、ね、つけていきながら話をするとでその辺りの,そのコネクションのつけ方はこれはその実際にこの皆さんにパソコンを動かしていただいてこういうふうな場面で使われているこのツールは生物体系学のデータ解析のこういうところに寄与しているんだよというそんなふうな話をです、ね、していきたいと思っています。 ですからあのもちろんその集中講義ですので話をする割合が多くなるかと思いますけれども、えっと、ぜひその実習の時にはです、ね、あのきっとあのいろんな不幸が起きると思いますので <laughs> あのこれだけ人数がいましたらあの皆さんそれぞれのパソコン環境で,です、ね、動くはずのソフトが動かないなとかいうのは多々あるんですよ。 そういうあの不幸の形はさまざまですので、ね、その都度ですね、あのこういうふうなことが、あの実際には起こり得るんだというその。現実の勉強をしながら、あのそういうそのソフトを使っていくという、まあそんな話をですね。えっと皆さんに、えっとしていきたいと思っています。でえっと一応初日はですね、すみません、これ。<laughs> はい、あの一応初日はですね、生物体系学と、これがあの午前中の話です。 でそれから午後になりますと統計学の方の話も少し入ってきますけれども両方とも概論的なところを中心に話をしましてでプラスアルファ実際に今回の集中講義で使うあのソフトウェアがちゃんと動くかどうかその辺りのところを皆さんにチェックしていただきたいというのがこれがあの最初です。 とそれでですねちょっとすいません、あのこれはあの空き時間にどんどんやっていってもらうのか方がいいのかもしれませんのであの今のうちに、ですねすみませんあの講義に使う、えー、そのソフトウェア類あるいはドキュメント類をですねちょっとあの皆さんのパソコンの中にそのまとめてドカンとコピーしていっていただきたいと思いまして。ちょっとすいません あのですね今あの皆さんに置くばいしている USB の中にはですね大きくその Mac というフォルダーと Win というフォルダーがあります。であの皆さんのお使いのパソコンの OS に従ってどちらかの一方のですねそのフォルダーを丸ごと皆さんのえっとドキュメントフォルダーにコピーしてください。それでおしまいです。えっと Mac の方は800メガバイト、Win の方は500メガバイトくだと思います。<laughs> あの何をその <laughs> その 皆さんにそんなに大量のものをお配りするかといいますと一つはです、ね、あの今回の,その講義に使いますスライドの PDF をこれを全部お配りします特にあの統計学に関しては、えっと、あの今回そのお話をする以外のです、ね、一番基礎の基礎からあの最後のベージアンの話まで,です、ね、あの全部であの20個近くそのファイルがありますけれどもそれを全てお配りして後であとで統計に関する話をするときに適宜使っていきたいと思います。あの以前あの皆さんにダウンロードしていただいたただもの これはそれのまピックアップしたものだというふうに考えてください。あの具体的な中身ちょっとお見せしますと、あの Mac もみも両方ともサブフォルダの構成は同じです。あの経済測定学と系統推定論と R とこの3つのフォルダが両方入っていまして、あのそれぞれのあの環境ごとにそのインストーラーあるいはそのスクリプトリードを全部こう書いてあります。ですからどちらか一方だけを回ってきたらですね、あの皆さんのドキュメントフォルダにコピーしてください。 はい、えっとそれでですね。あの、今回の <laughs> その内容に関しましては、あの私のあのサイトの中にですね、えー、その <laughs> 情報は全て公開しておりまして、特にあのこの真ん中あたりにあるかと思いますが、あの講座というところにこう疎開 r というのは、これがあの統計に関するページです。あの結界 t というのがあの系統樹。 系統学に関すするあのサイトですあの両方ともそれぞれぞ特化していますであのまずその今回の話に関係しますこの系統学に関してですけれどもこれについてはですねあの必要な、えー、そのドキュメント類は、まあ、もちろんあのここを経由して公開してるんですけれどもあとですねえっ、ー、と例えば、えー、その <laughs> えと今回皆さんに既にお配りしてありますけれどもっ関連文献リストとかあるいはその必要なソフトウェアに関する情報は あのすべてあのここのえと結界 T の中で公開しています。これはあの経統学に関しての話です。であのもう一つの方の統計学に関しても今回の講義の中では多々出てきますのでこちらの方ははいあの素解 R ということでえっとすべてえっと公開しております。ですからまああのえっと 今回話ができる分はこれはあのごく一部かもしれませんけれども、えっと、必要に応じてですねあの私のサイトの方からあどうも大変ご無沙汰しておりますあの必要に応じてあの <coughs> このサイトからダウンロードできるように、えっと、用意したいと思います。はいえっと、それではですねまず最初に全体の概論として生物体系学に関する話から入っていきたいと思います。 であの今回の集中講義は基本的には生物体系学要するにその分類学と系統学の えとものの考え方を皆さんに話をするというところがこれが中心にありまして、まあ、の実際にはあの先ほどえと皆さんに USB をお配りしていますように実習をコミュニしながら話をしていくんですけれどもその前にですねあの体系学的なものの考え方に関しては是非皆さんに理解していただきたいポイントがいくつかあります。であのこ,これからののお話しする内容はです、ね、これ実は実明日の 公開セミナーの内容とも半分ぐらいいっています。ただ今回ここで言いっしたる皆さんはもう少し専門的な話が必要になりますので途中からですね少し現代史に関わる話を少し込みにして話をしていきたいと思います。で我々が生物多様性を考える時にこれは私こういう講義の最初のところでは必ずお見せしてるんですけれども生物多様性に関する我々のイメージっていうものがこれは非常に あの大事になってきますつまり我々がですねあの対応性というものをどういうふうに理解していくのか、まあ、当然あのこれはすみませんあの今から15年ぐらい前にあのアメリカ昆虫学会のジャーナルに載った折り込みの図版あの書いたのは確かのクエンティン・フィーラーだと思いますけれどもあの彼がですね要するにその、えー、現在まで分類学者が記載した種に関してその種数に比例させて分類群を一枚の絵として描いたとしたならばこういうふうなスピーシズスケープになるんだと。 要するに我々自身が何て言うんですかあのもちろん我々というか皆さんも含めてそのタクソノミストがこの世の中にはたくさんいるわけなんですがそれ一体どれぐらいの生物多様性に関する知識をこれまであの蓄えてきたのかということを一枚の絵に描くとしたらこんなふうな図になるだろうとでもちろんこれはどれぐらいそれぞれの分類群に関してその知識が、 記載が進んでいるかあるいは分類学的な解析が進んでいるかによって随分と違ってくるかと思いますけれども例えばこういうふうな絵としてですね我々がその生物多様性のイメージというものを作ってきたとしたならばじゃあ実際に たくさんのもうあの、えー、輪廻以降で数えたとしてももう3世紀近くですね我々はこういうふうなさまざまなそのそうした場合にあの問題になるのはですねじゃあこれだけたくさんの生物多様性に関するその知識があった時にどのようにそれを体系づけていくのかっていうのがこれがあの体系学の基本というところになってきます。 もちろん多様性に関してはですねもちろん一つの設定の仕方としてそういうふうな多様な生物がどのようにして生じてきたのかというその因果的説明を考えるという立場があります例えばの進化学なんていうのは現在我々が見ているような生物多様性がどのような因果過程でもって生じてきたのか。 で、あのダーウィンズマスの一つの典型になるわけです。ただですね、あの問題になるのがこういうふうなあの多様性に関する因果的説明をする場合に必ず我々は前提としてですね、じゃあ実際にその生物多様性っていうのはどういうふうに見えるのかということを考える必要があります。要するにあの一個一個の生物の知識あるいはその知見をですね、それはあの個別にその知るほど我々の頭はよくありません。 何らかの体系が必要になるわけで分類学あるいはの系統学っていうのはそのようなの体系化をこれをするためのものの考え方あるいはその思考法スタイルですねそういったものであるというふうにあの考えることができるかと思います。今お見せしているのはこれは「の種の起源」の中に1枚だけ出てくるあの図版でまああの彼自身は「系統樹という言葉は使わずにあくまでも「ダイアグラム」という言い方を あの取ってきたんですけど、まああの彼のあの手書きのメモだとこういうふうな非常に有名な図があります。あの一番あの左のアイスインクって書いてあります。要するに私はこう考えると、要するに生物の歴史というものはこういうふうな分岐的なツリーによって表すことができるんだろうというふうなあのアイデアが1830年代ですね。彼がこのノートを書いたのはですから約20年ほどあの知見を蓄えた上で59年に種の起源を出したんだというこういうふうなあの話があの伝わってきているわけです。 ですからあの生物多様性をです、ね、そのどのように説明するのかその点に関してはこれはの我々はもうでにその因果的なその説明理論なり何なりこれいろいろあります、まあ、あの自然淘汰の理論もそうですしあの分子レベルだったら中立進化の話だって出てくるわけですよ。 ところがここで考えておかないといけないのがですね例えばこういうふうなあの系統樹がまあちょっとませあの,の23年前にちょっと私もあの監修したあの系統樹なんですけれども例えばですねあの生物の系統樹というものが一方では えと携帯データなり分子データを使えばかなり正確に今まで分からなかったところまで出てくるとでそういうふうなその系統時があった場合にじゃあその系統に即して分類体系をどのように作っていけばいいのかという問題が当然出てきます。 であの今回ですねあ,のあえてあの生物体系学というあの言い方で統一しようとしているのはですねあの体系の作り方には一つにはあの系統樹的なそのスタンスがあり要するに系統樹を前提にして分類体系を作ると。 もう一方で分分類類学学的的要すするにそのネイティブな分類学的なススタンスと言われますこれ何かと言いますと要するに我々自身が進化とか時間的な変化とかそういうふうなものを考えずにですね目の前にある現象世界にたくさんの生き物がいるとじゃあそれを私たち人間は生物としてどういうふうに分類しようとしているのかこれはあのネイティブの分類学的なスタンスと言いますが体系学の中にはその系統学的な考え方と 分類学的な考え方がかなりこう対立しながらせめぎ合いながらですねあの多様性というものを理解しようというそんなの考え方が出てきたわけです。 でまあ、例えばあのこれは井上さんが数年前に書かれた、えー、そのいわゆるその生物のマクロなあの系統図ですけれども要するにその分子系統図の最近の知見を使いますと今までそう考えもしなかったようなあの分類体系というものがひょっとしたら出てくるかもしれないというのが一つの帰結としてあるわけです。じゃあ あの例えばその系統樹がありさえすればです、ね、分類体系というものはこれはもうすぐにそれを直訳すれば済むんだろうかどうかというそんな問題が常に出てくることになります。したがってあの体系学のです、ね、話をする場合に柱は2本あります。1本は分類というう考え方もう1つはあの系統とという考え方分類と系統をどういうふうにあの対峙させていくのかというのがこれがの考え方としてあの見ていく必要があるわけです。 例えばですねあの分類ということを考えた場合にまず一つその分類体系は誰のためにあるのかという視点が 必要になってきます。これどういうことかと言いますと、あの例えばあのまあここには分類学者がいらっしゃいますし、分類学者にひょっとしたらなろうとしている方もいらっしゃるかもしれません。そういうとき考えないといけないのがですね、あのどんな生物群という意味です。あるこの例えば鳥なら鳥のですねあの生物に生物群に関してあの名前をつけましたと命名しましたとでそうしたときに、ね、まあ当然あの命名するわけですから記載されてラテン語のあの学名がついてそれであのいろんな記載文があるわけですけれども問題になるのはそのような分類をしたとき それは一体誰にとっての分類なんですか？というそういう話が出てくるわけです。で、当然これはですね。分類されている党の生物にとっては何の意味もありません。例えば、これはあの見てわかりますように。あの今、その上のところ、どこ餌を吸いばんでいる鳥がですね。あの下のこの図鑑にこのその名前とです、ね。学名の書いてあるわけですよ。 ところがですねどんなふうに自分が分類されていてどんな学名をついているかっていうのは当の生物に関してはもうどうだっていいわけですあの彼らにとってはあの本の間に挟まっている種の方がはるかに重要なあの生存上の意味を持っているわけですね。でそうしますとあの我々が考えていかないといけないのはそういうその相手があってで我々はそのオブジェクトを分類して体系化すると。 でところがその体系化というものはあくまでも我々人間のためであってそれが自然界の相手の生物にとってどうであるのかっていう特に問題はありません。これ例えばもやしもんの話の中にこういうふうな一節があります。あの皆さんあこれはすいませんもやしもんも連載終わってしまいましたけれども要するにその金が見える主人公がいて。 でそれでは金とうすると先ほどの鳥の場合はですねあの鳥っていうのは我々人間と会話できませんから相手がどう考えてるか知らないんだけれども金の場合はですね例えばここに書いてありますように、まあ、変な分類したらあの本人が怒るわけですよでしかしあの人間そんなあのお前どんなふうに分類されたってお前ら関係ねえだろうというのでそれでもうう諦めるわけですねでこういうふうなあの一説がありますように要するに我々がその分類を考える場合にはどうしてもその分類は一体 何のために誰のたためめにに誰行われているのかあの過去数世紀にわたって分類が行われてきたっていうことはそれは別に自然界にそういうふうなものがあるというそういう意味ではありますんひょっとしたら我々人間が自分にとって必要な分類をし続けているのか,かもしれない。でその場合を考える時にですね一つこういうふうな図式を皆さんに見ていただきたいと思います要すす要るるに分類するもの我々人間がいます。 一方その対象として分類されるオブジェクトがありますそうした場合に一つの極端な考え方はこれは要するに分類する秩序あのシステマティックオーダーというやつですねこれが一体どこに実在するんだろうかという話です一つの考え方はそういう秩序はもともと自然の中にあるんだよと要するに自然の中に種というものが実在し 俗というものが実在し華というものが実在するそういう群があるんだから我々人間はあるいは分類学者はそういうふうな実在している秩序をこれを発見することがこれが分類学の基本的な作業であるとこれ一つの立場です。ところがそうういののののの全く逆の対極的な立場反対ですす我々分類するものの頭の中に オーダー秩序の観念があって、それでもって自然界に対してそれを押し付けているんだなと。つまりですね、あの考え方としては、その分類するものされるものの間の相互関係として。一つには秩序は自然界側に実在し、それは発見されることを待っているという考え方があります。いわゆる実在論的な考え方ですね。でそれに対して、逆にそんな風な分類的秩序、種族。属 ななどなどですねそういったものは我々の頭の中にもともと観念としてあってそれを我々は自然界に照射することによって相手をあえて分類しようとしているんだそんなふうな考え方あの観念論といいあるいはその、えー、有意名論といい何でもいいです言い方はあるんですけれども要するにその分類するものされるものというそういう 2, あの2つの2者の間の関係についてはどちらかの極端な立場があっておそらくですね人によってその 両極だ線分の両極端の内分点のどこかに自分のスタンスって置いてると思うんです。 でその辺りのところはやっぱり分類というものを考える場合に単にそのデータを解析すればあの例えば新種に関してのあるいはその工事分類に関してのことが全て分かります客観的に分かりますと言い切ってしまうのではなくてひょっとしたらそういうふうなデータはデータとしてあるんだけれども我々自身が果たして生物多様性をどのように分類しているのかというその点に関してはこれはのかなり問題がまだまだ残ってくると思います。 あのサイエンスの問題にはならないのかもしれません。ただ、その生物多様性を我々が受け取る側のですね。心の問題、あの僕、あの認知の問題と言ってしまいますが、心の問題として果たしてそうやって分類したものを、私たちはちゃんと心の底から受け入れることができるんですが、どうですか？という問題は常に出てくるわけです。あの分類というのはその意味で言います。と、あのかなり、あの厄介で。 かなり面白いあんまりこうクリアカットにスパンスパン切れるそういうあの学問ではないと僕は思っています。これに対してですねあの分類の話をするときにはちょっと問題になるのはさっきも言いましたがあの分類する我々っていうのは要するに生きているある一つの生物で僕はの分類者という言い方をするんですが要するに生きてその自然界なり自然界に存在するものを分類しようとしているわけなんですけれどもその場合にその分類の対象っていうのはですね これは必ずしも生き物だけには限りません例えばこれはビュッフォンのあの博物史をが翻訳されたもうあの今売ってますかねあの工作者からまだ売ってるかもしれませんあの荒松さんが訳されたやつですねでこれあの非常に有名なそのかつてのえその博物学図鑑の一つの,えその典型的な例なんですけれどももちろん生物は分類対象として非常に長らく生物学者あるいはアマチュアひっくるめてですね、えー、その 非常にこう、なんていうんですか、その熱心な研究対象としてあったわけです。で、ところが、あの分類すべき対象っていうのはですね、これは必ずしも、あの生物だけには限りません。 あのこれはの公開講座の方でも散々出しますけれども要するにですね我々が分類しようと思い立ったその時点であの我々の目の前にある多様なオブジェクトはたとえそれが生物であれ生物でなかったとしても分類しようとする意欲そのものは、まあ、僕はあ欲望と言っているんですがその分類欲っていうのは、ね、いろんな場面に登場するわけでこれはあのいわゆるそのボタンボタンの分類です。 あのボタンです。あのあのこれもあのボタン博物館という博物館があるんだかあったんだかあのそこのあの図鑑です。あの要するにボタンをどういうふうに分類するのか、あるいはの場合によってはこれもこれのためだけにあの一万二千の本を買ってしまったんですが、あの缶詰のラベルです。あの缶のよく、ね、ラベル貼ってありますよね。これあの日本缶詰協会というところが出している本なんですけれどもコレクションあるんですね。でそうするとや缶詰の,のラベルだとずらズラとたくさんありますと我々分類したくなるんですよ。 つまりこういうふういふなですね、生物には全然関係ないんだけれどもで何の役に立つかどうかわからないんだけれどもそれでも我々は分類せざるをえない分類したくなるでこれがですね、あの分類をする場合の一つのの根源的なな私たちの欲望とということになります。あの分類学っていうのはついついこうサイエンスであることをです、ね、強調するあのそういうふうな動きがたまにあるんですけれども,もう全然そんな,もないですよ。あの分類っていうのはもっともっと我々人間の本質 我々人間の成り立ち、それに近いところに分類というものがあるんだと。ですから、さっきから言ってますように。分類学というのは、これは大変なんですよ。あの、サイエンスとしてだけではありません。我々自身の心の中との折り合いをつけていくという、そういう非常に、あの、面倒くさい問題が出てきます。ところがですね、そういう、その、面倒くさい、その、分類と対地的にですね。系統の方は、これはむしろね、楽というかな。あの、考え方が違うんですよ。あある意味、すっきりしています。 ある意味ロジックを押し通すことができます。ただあの最後のところでさっきも言いましたが、その系統と分類っていうのはその体系づくりのための基本なんですけれども、両者の間の関係性をどういうふうにつけていくのかというのはこれはやや面倒くさい問題が最後に残ります。ただ系統だけの話で言うならばですね、これはあの非常にあのクリアなことに、あの特にここあの数十年。 分子データが出てきてき、ね、これまでの携帯データとの付き合わせの中でその新たな系統関係の推定ができてくるでそうするとデータがどんどん増えてきますので当然私たちは今まであやふやだったあるいはその未解明だった生物の系統関係に関してその推論することができる。でこれはですね まあ例えばこれあのエルスト・ヘッケルが1866年今から1世紀半前に書いた本の中のえっと非常にまあ繰り返しいろんなところで引用されていますから皆さんもどこかで見たことがあるかもしれませんがこういう図っていうのはあのヘッケルが生きてきた頃はですね当然あの彼はあの形態学的なデータしか持ってないしまああったとしてもその発生学的な憶測ですねそういったものしかなかったわけでまあそれであえてこういうふうな系統図を書いてしまうっていうのはかなりかなり あのえー、無謀といえば無謀だし冒険的といえば冒険的なんですけれどもここのところで皆さんちょっと見ていただきたいのはですねあの今回の,その講義の中でも非常に重要なキーワード「系統樹」っていうのはこれは、ね、一つの言葉なんですね。要するにその生物多様性というものが、まあ、あのヘッケルの場合で言いますとあの枝の末端あるいは場合によってはその枝の分岐点のところに配置されているわけなんですが生物の,その多様性を 系統樹というグラフを書くことによって視覚化するこれがの系統学の一つの考え方になります あのさっきの分類は分類で、ね、あのグルーピングをするというそういう視覚化のやり方がありますこれは後でまたあの別のスライドを示しますが系統学の場合はとにかく一人にです、ね、やらなければならないことはどうやれば生物の持っている情報、えー、これはあのヘッケルの時代だったらあの比較形態学的な情報です現在だったら DNA なりやあのタンパク質の分子情報を使えばある程度のところまでそういう系統関係は解明できるかもしれません。いいずれにせよ我々が知りたいのは その生物が持っているさまざまな情報に基づいてどうやればこの系統樹の,その分岐のパターンを推定することができるのかあの大切な点はこの推定という言葉ですあのは私たちはあのデータに基づいて未知のものに関する推定を行います。系統学っていうのは 自分が持っている形態なら形態、分子なら分子のデータに基づいて未知の系統樹に関する推定を行うことです。とその推定ということを口にした時点で、あの統計学の考え方がもう表に出てくるんです。 あ,の統計学あるいはのデータに基づいて未知のパラメータを推定するということがこれが仕事になります。とすると今言いましたあの系統学の場合でも生物の持っている情報から未知の系統関係を推定するというふうに停止化してしまえばもう統計学的な解析そのものなんですね。で実際ににここ20年ほど分子系統統学学が完全に統計学と かしている、あの状態を見ますと、あ、確かに系統学はもともとそういうふうな学問になったんだと。これはわかるわけなんですけれども、じゃあ。系統学っていうのは全部統計学にこう発展的に解消されるんですか。そんなことないんですね。ねここでも一つ問題になるのは、要するに私たちが統計、あの系統図を書こうという時なんですね。必ずある、その、え、過程を置いています。それは何かというと、我々が見ている、そのオブジェクトは、これは。 系統樹的なグラフによって視覚化するることができるんだよとその過程があって初めて私たちはそのデータに基づいてじゃあどういうふうな系統樹がこれが妥当なんだろうかとか信頼がおけるんだろうかというふうな議論になっていくわけです。したがってあの今のその分子系統学かなりのところ統計モデリングが中心になってあの話が動いていますけれどもその大前提となる話そもそも私たちは生物を系統樹に沿って それをツールとして用いて理解することができるんだろうかってその辺の話をですね一つ皆さんにあの押さえておいていただく必要があるかと思います。<laughs> ではそれでは今日はあの私あの現物持ってきてないんですけどあとで PDF 版をお教えしますけれどもあの去年おととしの暮れです「あのケイトジマンダラ」という本を私はあの,私あの 杉山さんという共著者の方はグラフィックデザイナーです。あのもうすぐあの第二塁が出ます。あのかなり図版も綺麗にしていただきまして、あの第一塁りよりはあの格段に良くなったんじゃないかと思いますが、あのこのケイトジマンダラという本、なん何のために書いたかというとですね、要するにあの我々あの 今あの生物学をやってる皆さんだったら、まあ、いろんなところで分子系統時なりあるいはその場合によっては形態係数に基づく系統時だったりそういうご覧になったことあるかと思いますがああいうふうな系統時を描くっていうことがですねじゃあ一体我々人間のどういうふうな時代どういうふうな状況で生まれてきたのかということですねちょっとあのこの本の中で <laughs> まとめて書いています。だかからある意味図図鑑とといいいいううううう集みたいなそういう本なそ本んですすがこういうのを見ますとです、ね <laughs> 非常に納得できるのはあの系統学っていうのは確かに今の学問的最先端は非常にサイエンティフィフックですあの統計学的にもで場合によっては理論的にも非常に精緻なことやってるんですがそもそも我々が生物なら生物の歴史を系統樹というその視覚言語あのグラフによって表せるとその納得したのは一体い,いつ頃なのかという話がですねこれがあの出てくるわけです。 でとこれはですちょっといくつかの具体的なこれ私のその桂頭寿漫画からのお示,お示ししてるんですけれどもあの系統樹っていうのは登場するっていうのはそんなにあの新しい話ではありません。あのかなりあの遡り遡ますととえっとえー 9世紀だから1000年ぐらい前まではですねあの系統樹的なあのダイアグラムっていうのはいろんなところに登場していますただその前ですねあのギリシャ時代以降約1000年ぐらいどういうふうなイメージがあったのかといいますとあのいわゆる存在の連鎖というそういうふうなイメージが当時はありましたこれ1745年のシャルル・ボネの 自然物の改定いわゆる存在の連鎖というものであのこれもですねあのこれは今はおそらくあの生物学史でもあまり勉強しないのかもしれませんがあのかつては要するにその生物を含めてこの世の中に存在しているものは全て一直線上に並べられるんだと。 高等なものから下等なものが一直線上にチェインの形へ並べられるというのが。これらの基本的な観念として出てきます。で、これ、あの、シャルルボネがもともと、あの、書いたのが、え、これ千七百四十五の元の図版です。あの、フランス語で書いてあります。あの、一番てんぺんにロム、あの、もうちょっとおじましょうか。もう少し小さくしてあげるらしいでね。 て、はい、てっぺんロブ人間が出てきますであのオランウータナナ何だがいまして、えー、っとあのもう少し下にあのオアゾウですね鳥ですね。であのその下にポアソンあの魚鈴が出てきます。要するに人間を一番てっぺんに置いてでそれでもってこういう具合に直線的にどん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 落ちていくと。 要するに下等になっていくとでそのうち魚類が現れ両生類が現れ軟体動物が現れでそのうち動物の世界を越え,あの越えて今度はあのあのプランター要するにあの植物の世界ですね。で植物が終わりますと今度はあの鉱物の世界になります。それでもっと一番最後下のところに行きますといわゆるの子大あ大四大元素になって最後はあの根源物質になっておしまいになると。要するにあのこういうふうな直線的にあの多様性を配置するというのが。 これが非常に長く、ほぼ1000年間続きましたでただその後に登場するのがですねチェーンではなくってそのオーダーをこれをツリー的に分岐的に表すというこういうふうな考え方がこれもちろん先ほどからお見せしていますて、ね、ルンストー・ヘッケルもそうだしチャールズ・アーグもそうですけれども多様性をツリー系統樹として表すというのがこれがもう一つの考え方。ただ、 あの生物進化を前提として生物の多様性をツリーで表すっていうのは確かに19世紀から出てくるんですけれどもあの先ほど言いましたツリーによってオブジェクトの多様性を可視化するっていうのはですねこれはあの西暦9世紀ぐらいからは あの現れていいますですすででからさららさにあの千年ぐらいのるんですねただその場合あの進化という考え方とはもう縁もゆかりもありませんもう全然違う文脈の中でツリーというものが出てきてでそれを使いながら我々は多様なものをそのツリーとして体系化するというそういう術を身につけていってでその一番最後に「 生物の系統樹というものがこれが登場してきたんだというふうに考えるのがおそらく自然だろうと思いますですからあのまかに間違ってもですねあのダーウィンの進化論とかエルンスト・ヘッケルの系統学とともに系統樹というものが出てきたんだとは思わないでください系統樹はもっともっっととと深いいルーツがあるんだという話になりますで例えばこれはあのエルンスト・ヘッケルあの彼が自然創造主の中で書きました「我々人間がですね その地球上どのようにその自らの系統をですね広めていったのかと。 まああのこれはあの最近の,あの言葉で言えばいわゆるその分子系統地理学モレキュラー・ファイロジオグラフィーというのがえその系統時の地理的なあの次元を考える研究分野としてもうあのかなり理論的にも実践的にもあの研究例多々ありますけれどもあの大本をたどればあの今からあの1世紀半前1868年です彼があのエルス・ヘッケルがですねあの彼はあの中東のところに人類のルーツがあると考えてこれよく見ていだくと分かりますがこう枝葉をですねこう地球上地図 こ,のようにこうにマッピングしてるんですよであのベーリング海峡を越えて新大陸に行ってあの一番最後あのフェゴまであのパタゴニアまで行ってしまうというこういうふうなあの人間の系統樹が地理的にどういうふうな発展を遂げたのかということをまずこのイメージとして想定したのはヘッケルなんですね。ですからこの意味で言いますとあの実際のデータの裏付け全くありません。 彼は単に人間のルーツがここにあったとしたならば地球上のねこういうふうに枝葉を広げればこんな図になるに違いないとまあ、ある意味憶測ですねただあのこういうふうなビジョンを立てることによってじゃあ実際にこのビジョンどれぐらいそのデータの裏付けがあるのかというのがその後1世紀以上にこの地に我々が現在知っている系統地理学というのがそれに相当することになるわけですですから 考え方我々があの身近に感じているような生物の,その時間的な変化あるいは今お見せしているような空間的な推移そういったものを系統時で表すという考え方はこれはこれで あの、我々自身よく知ってるんだけれども、その大元の思想的なルーツっていうのは、はるかに遡るんだと。で、あの、この辺のところはですね、あの、グラフィックな、これあの、私の教授の杉山さんが、あの、皆さんこれ面白いですよと出してきてくれたんですが、私でも知らなかったんですけれども、あの、ハーバード大学のフートンという人類学者がですね、これあの、第二次世界大戦の終戦直後に出した、あの、人種の系統図です。 あの人種というのは存在しないんですけれどもあの彼の時代にはまだ人種というのは大手を振ってあの使われていました例えばこういうふうなんですね要するに人間の大きなその系統発系想の幹があるんですけれどもあの彼が言うにはですねこの人種というものはこういろんなところでこう分岐しては一旦分岐したものが合流する要するにそのネットワーク的に再あの分岐して融合するそれを繰り返すことによって現在我々が見ているような 人種が生まれたんだよということをこれはグラフィックに表していますであの先ほどですねダーウィンもそうですしヘッケルもそうなんですが彼らはツリー分岐的なツリーというグラフでもってですねその生物の多様性を表そうとしていますがフートンはもっと柔軟にというか実際にあの 現実世界の生物を見ればもう確かにそうなんですが、一旦分かれた個体群が融合するなんていうのは当たり前なんですよ。で、そうするとここで考えないといけないのは、三によっては表すことができない現象が実際にあるんだよと。はい、えっ、ー、とこれはですね、あの今からちょうど一世紀前です。あのロシアのコンスタンチンメレシュコフスキー、彼がの書いたあの経典記なんですけれど、これ何かというと、あの細胞内共心化のあの一番最初の系統記です。 要するに彼が言うにはです、ね、我々が見ているような動植物の系統樹の一番根元のところでバクテリアからのが生じたんだとですからこういうふうなネットワークが大元の根元のところにあってこれがの現在我々が見ているような系統樹の根元で生じた現象なんだよとあのキャバレー・スミスなんか大,大好きそうな <laughs> そういうふうなあのダイアグラムですけれどもこれ要するにですね単純な分岐的な系統樹ではなくって大元の根元のところで別の系統からの,そのネットワーク 要するにその網状化ですね。これが生じていると、いう、そういう一つの例になるかと思います。したがって、あの経統樹っていうのは確かに我々にとっては非常にあのわかりやすいダイアグラムなんですね。で、あの皆さんあまりあの意識したことないかもしれませんが、なんであの経統樹がそんなに分かりやすいダイアグラムなのかと言いますと、要するにあれは階層なんですよ。系統樹っていうのは大きいものがどんどんこう分かれてきますでしょ。これってあの階層、ヒエラルキーなんですね。 であのチェーンとかヒエラルキーっていうのは我々人間にとっては認知的に非常に受け入れられやすいダイアグラムなんで要するにその大きいものが順番にこう階層的に分類するというのは私たち人間にとってはすごく分かりやすいあのそういうあのダイアグラムです。ですからあのその一歩先にこのネットワークというのがあったとしたならば確かに現実世界をこれを捉える上ではこの系統ネットワークっていうのは ありえます。あの最近だったらあのデータさえあれば系統ネットワークを推定するソフトウェアなんていくつもあります。ただ、その推定された系統ネットワークを果たして、我々がちゃんと理解できるかどうかっていうそこの点を考えますと、僕はかなり悲観的です。我々人間というのはネットワークを読み取る力がないんですよ。 でこれはあの能力の問題ではあります。我々はそもそもあの回数直線的なあるいは階層的なものをちゃんと読み取ってもネットワークみたいな非回数は読み取れないんですね。そういう風うな生き物だという,ふうに考えてもらう方がひょっとしたらいいのかもしれません。で、あの祖先から子孫への関係これ実はあの系統学を考える場合の一番の基本中の基本です。私たちが現在見ているのはこれは何らかの意味で子孫なんですね。 あのここで今,今現在この時空平面に存在している生物は全て子孫です。であの系統学の基本的な考え方というのはその子孫に関するいろんな情報を手にしたときにどうやれば昔いたはずのあるいは仮想的な祖先を推論することができるのかというのがこれがあの系統学の基本的な考え方であの系統推定論というのはそのためのアルゴリズムだったり方法論だったりするわけですね。 でそうするとあの祖先がいて子孫がいるこの関係性は非常に直感的でわかりやすいんですがこれはあのあるその一部分のですね直接的な祖先子孫関係をスライドで表しただけですところが実際にはですねそういうふうな祖先子孫関係というのはこれはあの必ずしもあのわかりやすいダイアグラムとしてばっかり表せるわけではないのでちょっと待ってくださいね。 先ほどの私の本も副題が「チェーンツリーネットワーク」となってるんですが私たちがですね歴史的に考えた場合に多様性の理解をする場合チェーンからツリーへツリーからネットワークへっていうのはかなり重要な意味合いを持っています。つまりどういうことかというとですねこれの後でネットワークの話をする時に何冊かの本を紹介するんですけれども現在私たちが系統ネットワークを考える場合にはいくつかの基本的な本が ありますこれは皆さんにすでにお配りしました生物体系学の文献リストにも載っていますのであと一度見ておいていただきたいんですが私たちがですねその系統樹というものをこれを理解するためのいわゆるその理論的な基盤というのはこれはちゃんともうでに作られていてこれはかなり数学的です。 あの数学のの世界にそういうういい入っててこうとしていますただ先ほども言いましたがそういうそのきっちりした理屈がありであの理論体系があったとしてもそれによって作られたダイアグラムを我々がちゃんと理解できるのかどうかというところにはあの少しあの議論の余地が残ると思いますつまりどういうことかというとですね要するにあの先ほど実際にその事例としてお見せしました、えー、その昔々の存在の連鎖で表されるチェーン。 あるいはあのダーウィンヘッケルに代表されるようなツリーあるいはあの先ほどちらっとお見せしましたフートのネットワークみたいなこういう一連のダイアグラムっていうのはですねすあのすみません今これ言葉書くだけではなかなか分かりづらいと思いますが実際にあの図をお見せしますが要するにこういう状態なんですよ。あのチェーンはもう見ての通りあり直線上の配列です。 であのツリーというのはこれはあの先ほどヘッケルなどなどの図でお見せしましたようにあのルーツがあってそれが分岐することによって現在生じているとでさらにネットになりますとその一番右下に書いてありますがあの一旦分かれてまたもう一回融合するというふうなあのレティキュレーションあの網状化がですね起きるこういうふうなあのグラフがこれネットワークです。であの とリーこの辺りのところまでは我々人間分かりやすいというのも両方ともあの階層的な関係を示していますので非常に分かりやすい上下関係もそうだしあのいわゆるその階層分離の関係もこれはあの我々にとっては非常に分かりやすいんですがネットワークになるとその辺の,あの分かりやすさがです、ね、あの消え失せるんですね。 つまりあの単純なものからチェーンツリーネットワークと並べていきますとネットワークだけが我々といったら少し分かりづらいそういう風うな世界に入ってきてるんだという風うにあの見ていただければよろしいかと思いますあのネットワークの話は後でまたあのすることにしてちょっとここであの図だけお見せして元に戻りますがはいえっとそれでですね、えー、その <laughs> チェーンでもツリーでもネットワークでもいいんですがあの私たちがその図形図式的なダイアグラムで多様性を理解しようとしている時にその多様性を理解するそのオブジェクトっていうのは必ずしも生物には限りませんまあ,あの文化史の世界ではよくあの生命の木ト e リ o オブ・ライフという言い方をしますけれどもあの必ずしも生物に限らないんですねある意味こう比喩的に使われています。 さまざまな場面でそのチェーンなりツリーなりで場合によってはネットワークなりが登場するんですが例えばですねちょっとすいませんあの一応こう思いつくまでバーッと上げてしまうとしますと分野は非常にばらつきますあるいはその存在の連鎖っていうのはプラトン以降ですからギーシャー想の根本にありますしあるいはあとにちょっと図もお見せしますけれども「系統樹」っていうものですね最初に絵に絵描かれれたののははこれはあの実はの キリスト教の聖書なんですね。あのエッサイの木っていうのがありまして、これえっと12世紀ぐらいに最初にステンドグラスになってると思います。けれども、あのこういうその系統樹的にですね。家系図を表すという考え方は、これはむしろあの聖書的な考え方です。あのキリスト教というのは反進化的ではあったんですけれども、反系統樹的ではなかったんです。そういう意味で言いますと。 であとあのスコラテス学で言いますと知識の木とかあるいはその社会史という家系図ですねこれもあのキリスト教圏でもイスラムでもいろんなところで家系図で描かれてきましたあの千年以上の歴史がありますあとあのこれもあとひょっとしたら反省するかもしれませんが文化史、えー、その生物には限りません、えー、そのそこに書きましたあの絵画だったり建築様式だったりあるいは技術だったり要するに我々人間が文化として作ったものもこれまたちゃんとあの系統図で描けるんですね。 でむしろあの下の3つがこれがあの非常に重要で「あの写本の系譜図言語の系統図」で一番最後の「生物進化の系統図」この辺りがですね非常に禁煙な研究分野であのいわゆるその手写本とかマニュスクリプトとかですね言語とか生物っていうのはオブジェクトとしては全然違うんですよ。ところがその歴史をたどる方法論に関してはもう完璧に修練してるんですね。要するに全然違う分野で 全く同じ、その系統推定の方法論を確立していったで、しかも重要なことは、あの生物進化のあの系統学の方法論が出てくる。はるか前にあの写本の系統を作る方法論が18世紀にはもうできています。で、19世紀初めあのいわゆるそのダーウィンの進化論が出てくる直前にはですね。言語の系統樹もすでに書かれてるんです。で、1番最後にようやく本なんていうのは満を持して生物の系統樹っていうのが出てきたと。 ですから、あの生物系統学の系統樹っていうのは、これは数ある系統樹のその思想の流れで言いますと、一番最後の最後に出てきた新残物だというふうに考えていただいても,も全く間違いではありません。で、そういうふうな話っていうのはですね、結局我々があの系統樹というものを実際のダイアグラムとしてその多様性の理解をあのにそう使おうとしたときですね、そこに書きましたけれども、あの必ずしもその生物のという枕言葉はいらないんですよ。 あの生命の木っていうのはある意味そのメタファーあの比喩でしたですねこれは要するにいろんなオブジェクトの関係性を可視化するためのダイアグラムだったんだとこんなふうなの理解が必要になってくるかと思います。であの当然ここにいらっしゃる皆さんは当然あの生物の系統樹とか生物の系統ネットワークとね関心があるかと思いますがそもそもなぜ系統樹というものが そこにあるんだろうか。我々が使えるようにそこに出てきたんだろうかということを考えますと。これはこれはもうあの生物というあのあのサイエンスの枠組みははるかにもうあの飛び越えているんだというふうに考えてもらえればいいかと思います。例えばこれはスコラ哲学の知恵の木。えっ、ー、とこれライモンドスルールスという人が十二世紀です。十三世紀ですね。書いたあの図です。あのここのところにあの知識の木というのがあります。でここのところにあるのはこれはえっと十八世紀ですね。いわゆるその百科全書というものがあの皆さん。 ごすかもしれませんがあのディドロとダラン・ベールが編纂した「あのタイ部」の「その百科全書」というあの「系統字」があります。でこの当然その百科全書ですからたくさんの,その項目があってでその説明文があってこれが人間の知識の体系だというので彼らは出したんですがロートという人がですねあの同じ頃その百科全書を前提にして「人間の知識というのはこの百科全書に書かれてある内容なんだけれどもそれは一本の木で表されるんだよ」というふうなことをこの図で示しています。 しています。で、これ今あのスライドでお示ししてるんですが、ちょっと待ってね。あのこれあの今あの皆さんネット繋がっているんだったら見ていただきたいんですが、ちょっとすみません。URL を聞きますね。シカ賀大学のデジタル図書館で公開されている図がありまして、まあこんなのもよくあるなって感じがしますが、入力するの大変かもしれませんが、これ滋賀大学のあのデジタルライブラリーが公開している図版で。 要するにです、ね、その百科全書というものを一本の知識の知 Tree of Knowledge として書,書くというのはこれはあ,のある意味あの現在の,その生物系統学の思想的な先駆にあたるんですね。要するにさまざまなオブジェクトのさまざまな知見というものを一本の Tree として表す。でたまたまこれは今の場合でその百科全書の項目というのがこれが出てきているんですけれどもこれすいませんあのもしえつながりましたら。<coughs> 見ていただきたいんですが、あの一枚の大きい、その図版なんですよ。あのもともとはきっとこれ巨大だったのと思います。あの折りたたまれていますか。ここのところにありますでしょ。これ。えっと、これ、えっとですね。はい、あの、これがあの先ほど皆さんに、お見せしました。あの一枚の図です。全体、全体図はこんな感じです。これ、あの、どんどん拡大していっていただければわかるんですが。用水ですね。拡大していきますと。あの一枚一枚の、この木のですね。葉っぱにですね。 全部こう百科全書の項目の文章がですね書き込まれてるんですよこんな感じで <laughs> こういうふうな感じで <laughs> これはアストロノミーフィジークですねあの天文学の話ですけど要するにですねあのこの著者この絵を描いたロートさんが言うには知識というものはこの枝,枝葉の葉に相当するものでそういうものをこう修正していけば一つの木になるんだと。要するるに人間のの持っている知識というものは ツリーとして表せるんだ、そんなふうな意味でこの図をあの示しているわけです。 ですからこういうふうな図というものがありますと結局その「系統図」というそのダイアグラムの持っている意味っていうのはこれは生物系統学とか生物学とかそんなものよりははるかに大きく超越したところに大元のルーツがあってその産物の一つを私たちは今サイエンスのですね一つのツールとして使わせてもらってるんだとそんなふうに考えていただければいいかと思います。さてすすいままません、ちょっとこれでまた戻りますが、 はい、あの図だけパパッとお見せしますさっきスライドに書きました「エッサイキの木」の一つの例がこれです。あの左側これは白黒図版になっていますけれどもあのシャルトル。 あのフランスです。あのシャルトルのノートーダム大聖堂のステンドグラスです。であのエッサイの木っていうのはですね、これ何かと言えばちょっとあの見ていただ、こちらバツを拡大図を見ていただければいいかと思うんですが、あのこの一番下のところにこう人がいます。これがエッサイ、あの旧約聖書のの図になっています。あのアダム、アダムイブから始まる絵図の中にエッサイですよエッサイです。お腹からこう木が出るんですね。でその上にこう次のあの子孫よって神がいて、これがあの全体としてこれこれエッサイです。 でここね、こうズワズワズワとこうですね、木を作っていって、で一番てっぺんにイエスキリストが登場してめでたしめでたしと、つまりどういうことかと言いますと、これはですねキリスト教的な意味で家系図の血統を表すツリーなんですね。これあのエスサイの木というのに呼ばれています。十二世紀頃からこの絵の形として絵画あるいはそのセンドグラスとしてあの登場します。ですからこのあたりのところが我々人間にとってひょっとしたら最もあの身近な系統樹だったんだろうと。 つまりあの生物の系統とかそういうんじゃなくてですねあの私たち人間がそもそもその系統時というものに慣れし親しんできた歴史的なバックグラウンドはいわゆる家系図自分の子供親その直系の祖先なり子孫これが一体どういうふうな血のつながりでもって存在しているのかという。 この辺りがあの系統樹に関しての一番基本的な考え方だろうと思います。でこれはあの人間だけではありません。例えばあのあこ,れこれは人間ですね。あのいわゆるその家系図九世紀に書かれましたあの家系図の一つの例です。はいあのここのところにですね「あのエゴ」と書いてあります、ね、これはあの私っていう意味ですね。で上には「パーテル」って書いてありますでしょ。 でこの上ではのおじいさん姪おじいさんです。つまりこの場合は私を中心にしてですね、この上に登れば登るほど直系の父親が出てきます。で横にこう枝分かれしているのはこれあの傍系の親族なんですね。あのこういうあのあのフィリスなんとか,かフィリスっていうのはあの例のそのメンデル遺伝学で F1 の F あの子孫というですねフィリス F です。ですからこういうふうな直系のその柱があってで分岐する傍系の親族が書かれていて。 であの全体この下の登場あの自分の子供ですまだ生まれていない孫とかひ孫と全部書いてありますこういうふうな直系の子孫がつながっているとでこれは「霊華ヘレジィタアーティスト」ラテン語で書いてあるのはこれは要するにその継承の決まりあのこういうふうな家系図を書くっていうのは昔はかなりこう貴族ですから要するに自分にとってその継承権が誰にあるのかを示すためにこういう家系図というのは非常に重要な意味合いがありました。 だから、その意味で言うと、あのある意味こう事務的な文章なんですね。ただ、ここでこれに書かれたあの系統樹的な内容というのが、これがの我々にとってはもともと非常に重要な意味合いがありました。で、あの実際にちょっとこう。皆さん見ていただければ分かりますが、あのこういうところにですね。こう、えー、こう葉っぱが燃え出てですね。花が咲いたりするのはこれは要するに。 事務的な血縁関係を表すだけの家系図なんですけれどもそのバックグラウンドには要するに「生命の木」っていうのはもともとそういうふうなあの文化的なイコンであったわけです。 こんなふうな図があります。あの、これは、えっと、僕たちを、え、その神々の、あの、系図ってやつ。あの、いわゆる、その、ギリシャローマ神話の神々を、あの、彼がですね。あの、十五世紀ですか。こういうふうな図版として書いたものもあります。もう、よりどりみどりたくさん,んですこれは、あの、十九世紀に書かれた、あの、宗教系統図です。あの、僕、現物持ってますか。あの、三メーターぐらいで、非常に大きい図版で、これ、あの、二分割して。 あの本,に本にの図版にしたんですけれども要するにその原始宗教あのこの辺りにあの原始宗教があるんですねえちょっとお聞きしましょうかあの横倒しに書いてありますがあのこの辺りのところこれ樹木崇拝ねであの火炎崇拝太平崇拝要するに宗教のルーツがこういくつかあってでそのルーツから出てくるその流れが あの現在に至るまでどういうふうなあの系統樹のああの宗教の系統樹を作っているのかとあのまあこれ書いたあのフォーロングっていう人はあんまりそれほどきちっとしたデータを持ってないのかもしれませんが彼は、まあ、あのイ,ンドあのイギリス,イギリスの,あの軍人としてあのインドに随分長く駐留したんでその意味ではさあのかもしれませんあの現在に至るまでの,あの宗教の系統樹っていうのがこういう具合に書けるんだよという図をこれは書いているわけです。 でこれはツリーじゃういうふうな形であの現在に至るまでのその思想の流れというものを可視化することができるその一つの例としてこういうふうな図があります。であのこれはですねあの後でその本論のところで実際に我々は系統関係を推定する場合に押さえておかないといけないんですけれどもあの生物の系統樹っていうのはこれは生物の知見を前提にして 未知の系統関係を推定すする方法で,すでそのための理論です。でその歴史を記述する要するに現在残されたデータに基づいて歴史を記述するっていうのはこれは一般にはそこに書いてありますが歴史記述的科学とそういう呼ぶ人がいまして要するにどんなオブジェクトかは問わないとやろうとしていることが現在の知識から過去の歴史を復元することその一点で あの共通され共有されているその学問分野を、これをひっくるめて。歴史技術的科学と呼びましょうと。で例えば、あの聖書古典、いわゆる文献学ですね。 要す写本に基づいて、その大元どういうふうなその写本原稿があったのかを、これを復元する仕事。これはあの文献学と呼んでいます。で、あるいは、さっきもちらっと言いましたけれども、いわゆる比較言語学。現在存在している、その言語の大元の齟語がどうなっているのか、というのを、これも調べられるだろうと。で、その一番最後に登場するのが進化生物学。 要するに私たちがその生物学の中で進化とか系統を論じるっていうのは当然我々はそのバイオロジーというその枠組みの中で考えてるんですけれどもその問題の設定の仕方何をその解こうとしているのかっていうその目的はこれはあの生物学だけにはもう全く収まらずにここに書いてあるもっと幅広いそのスパンの中あの範囲の中でそういうふうな方法論というものが必要とされてきてるんだ。 ということ逆に言いますとあの進化生物学で系統樹を復元するようなやり方があったとしたならばそのやり方アルゴリズムあるいは場合によってはソフトウェアはそのまま言語の系統とか写本の系統などなどに使うことができるんだで逆もまたしんなりで言語学あるいはその写本系図学で作られてきたようなあのソフトウェアっていうのはこれは場合によってはあの系統生物の系統推定をするために使うことができるという。だからあの 取り組んでいる問題が同じですから実際のデータ解析のツールもまた共有できるだろうという。 そんなふうな話が出てきてきいますあのほんの数十年前までは本当に全部別々の分野で別々に方法が考えられてきたんですがここ,、えー、ここ30年ですねここ30年ばかりの間に相互の,その交流が深まりつつありますのでもうあの生物だからとか言語だからあるいはその、えー、写本だからというそういうふうなオブジェクト別の話っていうのはあんまりこう意味を持たない。 むしろ共通に取り組むべき問題が浮上してきたんだというふうに考えてもらえばいいと思いますじゃあどこに共通点があるのか2点そこにちょっと書いてあるのが1番手目です要するに我々が現在見ている事象に関して何かしら類似性があったとしたならばその類似性は過去の共通原因によるものであると これらの生物の場合は子孫が同じ形質を持っているとするならば、その共通祖先がそのケースを持っているからだという再節約法、あるいはその分岐分析の考え方を直接に示唆することになります。これが第一点。で第二点はですね、一旦子孫と祖先の間の関係性が推定できたとしたならば、二番目はその過去から現在に至る途中段階を復元することができる つまり先ほど一つ手前にお見せしましたこの歴史究極的科学と総称されるサイエンスというのはすべてオブジェクトは全く別ですよ。やろうとしていることは今我々が見ているものから祖先を推定せよとその祖先に関して推定が行われたならばその祖先から現在に至るまでの経路を復元せよとつまり祖先と復元というのがですねこれが共通の考え方として登場することになるわけです。 ですから、こういうふうな共通要因並びに過去からの現在の復元この2つの,ですねその考え方がいろんなサイエンスで共有されているのがここ数十年の間にようやく認識されるようになってきたんだというのがこれが非常に重要な話として登場することになるわけです。 だからあの系統推定論というのはです、ね、これはもちろんあの我々コニアシェルウクの皆さんもご自分の,その今調べている生物群に関しての,、えー、その系統推定というとこれが、まあ、ひょっとしたらあの直近の,です、ね、あの解くべき問題なのかもしれません。 ただそこで使われている方法なり概念なりあのそもそも系統時というダイアグラムなりがですねこれはもっともっとあの幅広いその範囲の文化的な背景の中で登場してきているんだということはこれはあの分かっておいていただいてよろしいかもしれませんね。とまあそんな具合にしまして、えー、と基本的にあの系統推定の一番大元にあたりますあの考え方というのがこれがあの、えー、お話しできたんですけれども。 はいえっと、それでですねあの先ほどは、まあ、ある意味こうイントロ中のイントロでそもそも我々が、えー、その分類あるいは系統を考える場合に、えー、その歴史の深みというものを、まあ、少しは知っておいた方がよろしいでしょうというそういう話をしたわけです。でまあの明日の,あの公開セミナーではまたもう少しあの違うそ野の話をしますけれどもここではですね少しあの本論の方に近づきまして、まあ、あの今,日の今回の,その講義の中でも特に中心になりますあの系統推定論の問題。 にあのにじり寄っていいきたいと思いますでまあちょっと今お見せしているのはこれはもう今から15年ぐらい前に書いた本なんですがでその中でですね要するに我々がその系統推定をするという場合には一体、えー、その何を求めようとしているのかとであの先ほどもその生物に限らずさまざまな分野で系統推定をするというそういうその問題が生じてきたという話をしました。 でまあ、一般的に書きますと今この右側の方に書いてあるんですけれども要するに我々がです、ね、あるデータを手にしてあのそこでは DNA の塩基配列データをこれをまあデータというふうに見なしていますけれどもあの場合によってはその携帯データも当然その情報源として使えるわけなんですがそのデータを与えた時に我々が知りたいのはそのデータに基づいて 系統樹をこれを推定したいといいとうううそういう目的がありますでこれは生物でももちろんですし言語でも写本でも要するに我々が多様性というものを系統樹という観点でその知りたいと考えるならば要するにその知見の情報であるあすみません基地の情報であるデータからどうやれば未知のパラメーターである系統樹というものが推定できるのかというこういう問題設定になるわけですね。 でその場合に2つ問題があります。で1つは何かと言いますと先にあの楽な方から,ら楽でもないかなあの第一の問題からいきましょうか数学的問題とあ,のあえて呼んでいます。あの後で実際にその方法論の話をする時にはまずこちらの方からいかないといけないんですが要するにですね 我々が知りたいのは例えばこれこれこういうふうなデータがありましたこのデータの下では今我々が調べている生物館にどんな系統樹があります系統樹になりますかそれを知りたい例えば一番単純なそのパラメータとしてですね系統樹の形樹形ですこれがもうあの道パラメータとして普通一番あの最初に考えなければならないことなんですが与えられたデータのもとでどの樹形がベストですかという。 そういう問題を決めないといけないんですけれどもその場合に一つ問題になるのがですねあの与えられたデータのもとでその系統樹って一体何通りあるのかっていいますとこれ実はあの想像以上にですね非常にあの探索空間がもう膨大に広がってしまいます。後で実際にその系統推定論の,あの ステップをお話しするときにですね、あの軽当時の個数に関してのあの開き式をお示ししますけれども、要するにあの会場で増えていくんですよ。 n 子あったならば一体どういうふうなあの系,あの系統時の個数が出てくるんですかこれは135など奇数をかけていって2 n 2までずらーっと掛け算したものがこれがあの二分岐的系統時の総数になることが証明されていますのでまず一つはですね与えられたデータの下でベストの系統時をこれを見つけ出すというこの数学的問題がこれあります。でこの場合あのある N その指数 n が増えていきますと要するに配列の,の本数が増えていきますとあのそれをその何、えー、て言うんですか有限の有限のというかその、えー、あの短い計算時間でその発見できるようなアルゴリズムってないんですね。いわゆるその NP 完全問題とはコンピューターサイエンスで言っていますが要するにそのしらみつぶしにやっていくっていうのはこれはもうどこかでたとえその並列コンピューターを使っても駄目なんですよ。でじゃあそのそういうふうな与えられたデータのもとで N 子の系統時のベストのものを見つけるっていうのはどうやってやるんですかっていうとこれは要するにその力任せに調べまくるしかない今のところは。 要するにこういうふうなアルゴリズムを使えば非常に簡便にあの系統時が計算できますよというふうなものがこれが存在しないという問題がまず一つあります。ですからあの現実に我々がですねおそらく皆さんが例えばやろうとするならば今だったら数十種だんて少ないですねあの数百種ぐらい場合によっては使わないといけない場合もあるんですけどもそういう場合でもベストの系統時を見つけ出すというその推定の計算そのものがまず一つ面倒くさい話になります。 これはグラフ理論のことなんですが要するに与えられたデータのもとで最適なグラフを発見することが計算上非常に難しいという問題がこれがズドンとまず落ちてくるんですねでこれははっきり言って現時点では解くことはできません要するに我々は地道に調べ続けなければならない普通どうするかっていうとあとでソフトを使う時にも話をしますが指数が多くなれば基本的には発見的ヒューリスティックな探索というのを行います。 であの発見的探索っていうのは面倒くさいのは、それで得られた海外ですね。ベストであるという保証がないんですね。とにかく、山登ったら一番山のてっぺんの高い峰は、ここのところは見つかりましたと。で、ひょっとしたらすぐ隣にもっと高い峰があるかもしれない、それはわからないんです。というふうな、その数学的問題、すなわちコンピューターサイエンスで、我々が。その解くことが、かなわない問題というのがまず一つあります。で、それに比べれば、まだマシなのが、もう一つの統計学的な問題なんです。 でこれはどういうことかといいますとそのデータからある結論を推論するっていうのはちょうどこれはの統計の世界で言いますと例えばあの100人だったら100人の身長のデータがありますとじゃあこの身長のデータに基づいて母集団の平均身長の推定を出しなさいと言われたならば当然私たちは100人分のデータの標本平均をとって例えば170何 cm であると決まりますよね。そうするとこれはたまたまま このデータに対してその推定値が得られたからであって違うデータがあったとしたならばこの標本推定値っていうのはこれはばらつく可能性がありますどれぐらいばらつきますかという問題が統計の世界ではよくありますそれと同じことが系統推定でもあるわけすつまり今目の前にあるデータでは例えばこれこれこういうふうな樹形が求まりますよとじゃあこのデータが 例えばそのばらついては例えばその違うデータを取ってくるあるいはその変異のある集団からです、ね、別のシーケンスを取ってくるっていうふうなデータのばらつきがあったときにですねこの得られた系統時はどれれぐららいいばらつくんでしょううかという問題がありますこれはあの系統推定における誤差あるいは信頼性の評価の問題といいましてこれをいかに行うのかっていうのがこれがの通常の統計の場合と同じように系統推定でも得られた結果の信頼性を評価するという問題がこれがの常に 出てきますこれはの携帯データを使おうが分子データを使おうが両方でその問題が出てくるんですがこと分子データに関してはもう一つ問題がありましてあの通常分子データを扱う場合にはこれも後で説明しますが左右法あるいはベーズ法を使って計統,統計的にですね系統推定を行います。ここの場合そのデータに関してこれが一体どういういな 分子進化モデルに従って変化するのかということ、これをまずその最初に決める必要があります。あのジュ克斯カウンターでもあの木村のツーパラメーターでも何でもいいですけれども、例えばその DNA の場合で言いますと、いくつかの全部で20数個、40数個ですか、そういうモデルがありまして、与えられたデータに対してそもそも この配列データの進化を記述できる統計モデルって何ですか。これを決める必要があります。これはモデル選択論の話と言います。で、一旦そのモデルを決めた、その後で、じゃあ、そのモデルの下である系統樹が得られる、誘導。 あるいは事後確率これがいくらかという計算をしますので分子系統学に関しては先ほど言ったその信頼性云々の話とは別にそもそもこのデータを記述するための統計モデル選択という話がもう一つこう上乗せされて出てくるんですねしたがってあの系統値を推定するという問題は要するにそのやってることは この母集団のデータに従ってある推定値を計算するだけなんですが数学的問題要するにその推定値を計算するだけでまず一つ大きな問題がありますよというのが一つもう一つはデータのばらつきに伴って結論が一体どれぐらいその揺れ動きますかというその信頼性あるいはそのデータそのものを記述する統計的モデリングの問題がありますと。 という具合にしましてその問題の設定は非常に単純データから基地のデータから未知の系統値を推定するというだけなんですがこれを実際に我々がデータ解析の,その作業手順として考えるときにはどうやってベストの解を見つけますかどうやってその統計的な問題を解きますかというこの辺りの話をですねあのしていく必要があります。で特にに問題になるのが その与えられたデータに対してどういうふうな系統呪がベストであると考えるのかというそんなところなんですけれどもあのそもそもですね何がベストの系統呪なのかっていうことを言われた時にそのベストの基準っていくつもあるんですよ。 例えば分岐分析だったら再生策基準与えられたデータの下でその形質状態の変化が最小になるような系統時を決めましょうとこれが分岐学でずっとやってきた方法ところが分子データのように、ね、DNA なりアミノ酸配列のシーケンスの進化が問題になります今度はそれの統計的な特徴です。 この進化モデルは一体どういうふうに決めればいいのかそれが決まった時点で誘度なりベーズ事後確率なり別のタイプの基準が出てきてその基準のもとでベストの系統時はこれですよあるいはあれですよという言い方になりますすなわちこの場合ですね私たちがちょっと戻りますけれどもデータから 系統樹を推定するときに、ベストの系統樹と何の気なく言ってしまうんですが。ベストって何ですかと突っ込まれたその時点で、実はベストの基準が。一つでは、決まらないんですよという話になってきます。あの、例えばですね、その。理想的な場合ね。あの、これこれのデータがあれば、真実の系統樹が決まりますよと言われたならば。もう、その方法を使うしかないんですよ。ところが、あの、系統推定っていうのは。 あの昔住んでしまった系統発生の復元ですから、あの真実を見ている人って誰もいないんですね。あの DNA とかアミノ酸配列というのはこれは真実を目撃したんだけれどもその記録を残しているだけであって当時のものをダイレクトに観察しているわけではありません。したがってそのデータに基づいて系統時を決めようとするときの,のベストの基準は神か義かじゃないんですよ。 どどれぐらい妥当かどうか妥当当かか、う性の基準これはアブダクションと呼んでるんですがその妥当な基準をですねどう決めるのかがいろいろあってこの間で当然論争が起きるわけですね。 あの分子系統学でも例えば最優法を使うべきかベーズ法を使うべきか場合によっては最先法の方が実は良かったんじゃないかとかいろんな論争がもう何,何十年とありますね十数年続いていますでそうしたときに結局これが決まらないのはですね結局我々は進化・議化の基準ではなくってベストの基準をそれとは別に設定しなければならないというここのところが一番の問題でこれに関してはおそらくまだまだあの決着つかないと思います。 あの大切なことはですね、全ゲノムの情報が分かってもこの問題って解決できないんですよ。わかりますか。全部の全ゲノムの情報が分かったとしても、それは単にその生物のゲノムが持っている例えば全 DNA 配列、あるいはあのコード領域だったらタンパク質のアミノ酸配列が決まりますよね。でこれ以上もうゲノムありませんか。それで全てなんですけどもじゃあそれで系統学のお仕事っておしまいですかって全然終わらないんですよ。 それはただ単に扱うべきそのデータが増えただけで、そこからどういうふうに推論するのかという問題はまだまだ残るんですね。で、よくあのゲノムの情報が全部決まったら進化とか系統っておしいことないですよね。とんでもない、とんでもない。それだけたくさんのデータがあったら今度は逆にですね、それだけの大量のデータを扱って一体どういうふうに妥当な結論を導き出すのかって、新たな問題が増えるだけなんですね。 こここのところは非常に重要です。あのおそらくです、ね、全ゲノム情報が出たという時点であのサンプリングの問題はなくなりますよね、サンプリングの問題。要するに母集団があって今まではこれの遺伝子を引っ張ってきたらどうかという要するに母集団仮想的な形質集団からのサンプリングをやってきたわけです。 ところが全ゲノムを調べるというのはある意味全数調査ですからもう全部母集団を調べてしまったのでそれ以上サンプリングする意味はありませんただ全部母集団からちゃんと過去が復元できるかどうかっていうのはこれはもう全然別の問題まだ未解決の問題があるんだとそんなふうに考えていただきますとデータがいかに増えても推定の問題推論の問題っていうのは これはいつまでもついて回るんだという、そこのテーマです。皆さんぜひ、あの、知っておいていただきたいと思います。ですから、こういうふうな、このベストである、ベストの系統樹を調べ、見つけ出す基準というものも。これも、結局、その真実がわからないから。 こういういいいい基準ででていけばいいんじゃないですか。例えばシミュレーションやったらですね優度法の方が最優法の方がベーゾホイールもあのあのパフォーマンスがいいですよなんて言いますけれどもじゃあ本当の現実のです、ね、データでお前それが言えるのかとそういうふうな問題が出てきますのである程度あのこういう状況ではこの手法はいい悪いというのは相対的には決まります。 でも、全体として本当に今我々が持っている、この生物群に持っている、このデータに関して、どの方法を使えばいいのかというのは、これは議論の的になってくるだろうと思います。でそのあたりのところですね、生物とは全然関係ないところからまず入っていきますが、例えばあの、さっきあの、写本系当時の話し,しましたよね。あの、カンタベリー物語っていうのは、これはあのイギリスを代表するあの、写本文学なんで、あの非常に向こうでもあのプロジェクトを立てて、えー、しばらく前まではよくお金がついていたそうなんですが、あの、カンタベリー物語、これはあの、印刷がまだあのグーテンベルー 前手写本でもってですね写本元の,あの原稿を書き写すことによってこう普及していったんですねでそうした時に当然そう書き写す途中で私たちは間違いがが生じることがありますあの写本の場合ですね人間が書き写しますから例えばスペルのミスとかあるいは略し方の違いなんていうのがありますこれちょっと一つの例なんですけれどもあの生物とは全然関係ないですよ 関係ないんだけれどちょっとこんな例を一つ見ていただきたいんですがこれは「カンタベリー物語」のとある写本4写本ですあのブリティッシュ・ライバリークライスト・チャーチから始まって4箇所で保存されている別々の写本の同じ文章を取ってきてるんですよ。でそうそう見てわかりますようにといってもこの前すぐすぐ見てわかりませんから並べ替えてみましょうか例えばですねこれあの対応する文字列で並べ替えてみます。少しし大ききくしますす見ていいたただきたいんですけれども 一番てっぺんからこれブリティッシュ・ライバリークラスチャーシーから始まって4箇所で保存されている写本の同一の文章です。 でそう並べてみますとあの赤で示し合うところがこれが要するにですね変異が生じるところなんですあちっ待ってください。最初の文章だけ挙げましたけれども例えばですねこれ全くもともとは同じ文章のはずだったんですが見てわかりますようにあの綴りに違いがあります例えばこの固有名詞の綴りが違ったり場合によっては「with の」の略し方が違ったり要するにですね写本によって 変異が生じてるんですねで大元が一つの,その原稿となる素本があったとしたならば書き写しの過程でどこかでこの変異が生じてでそれがさらに書き写しが続くことによって伝承されてそれで始祖に伝わっていたと。 でそうしたのそれ以外、ね、この今このシャドウがかかっていないところはこれも全然不変ですからこれはまああの延期配列で言いますと不変部位ということになるんですけれどもこの赤に書いてあるここのところに関してはこれは要するに系統学的情報を持つサイトということになります。 でこれ当然これはアルファベットですから24文字ですかあのそれだけの文字数がありますよねそういうところずらっと並べて書いてあるということはこれはアルファベットに基づきます配列情報ということになって私たちはその配列情報の変異のある部分をピックアップしてそれに基づいて写本間の系統関係を推定する。 というののが、がこれがあの写本系学の基本学基的な考え方なんです、ね、で、そうするとこれ今たまたまアルファベットで書かれていますけれども皆さんすぐは連想できるように AGCT で書いてあったりあるいはアミノ酸配列20の千年アミノ酸配列を記号で書いてあれば当然これは分子系統学はやろうとしていることそのものなんですよ。 つまりあのあの、与えられている配列情報の中身は違います扱っているオブジェクトは違うんですがやろうとしていることも全く同じだということがこれで見えてくると思います。 したがってこういう具合にですねあるその写本に関しての,その配列情報をそのサイトごとに見ていってやりますと、まあ、これはいわゆるそのアライメントが終わっている状態ですからあのサイトごとのです、ね、変異を見ていってやれば変異のあるところを手がかりにしてどの写本がより原始的かあるいは派生的かというのがこれが見えてくることになります。 であの実際に例えばの再節約法でこれあの実行したとしたらならば例えばあのこういうふうなそのこれはあのクラウドグラムです、ね、あの無根ですけれどもクラウドグラムですねあるいはあの写本間のその変異の大きさでもっているファイログラムにすればこういうふうなあの式,式というかのグラフができることになりますつまりあの写本に関する配列情報があればそれを手がかりにしてどの系統字が これがベストなのかということをこの場合で言いますと再節約基準でもって選び出すことができるあの最節約基準というのはできるだけそのアルファベットの痴漢の総数が少なくなるように選び出すというこんなふうなわけです。で実際にこれはもう今から十数年前にネイチャーに乗りましてであのこれあの当時乗った時にはあの 非常にあのその時話題になったんですけど要するにですねちょっとここに書いてあるんですがあのこれ「カンタベリ物語」の伝承されている40週44写本ですかそれに関して、えー、っとその慶應寿を書いたんですがあのこれおそらくあの このネイチャーの担保ですけれども、あの P. D. F. でどっかであのダウンロードできると思います。あの探してみてください。あのファイルジニョプトカウンタービーテールです。これであのグーグルかければ、グーグルレバーすぐ出てくると思いますが。これなんですけど、これ四十四社本あるんですね。ただこれ系統ネットワークなんですよ。で、ちょっとこ,こに書いてあるんですけれども、もちょっともつしよすか。あのこれですね。結局その。 生物の系統関係を推定する、あのパープ、あの今でも、まあ、たまに使われることがありますが。あるいは、その分子系統ネットワークを、使うスプリッツツリーというのがあります。このソフトを使って、要するに、アルファベットの配列情報から。系統ネットワークを推定する、こんな風になったんだよ、という、まあ、要するに、そういうふうな担保なんですよ。つまりですね、あの、先ほどから言っていますように、その扱っている、そのオブジェクトは、これも写本ですから。あの、全然、その生物とは縁もゆかりもありません。 ただ、ここで扱われているそのやり方方法論ねでしかもこの例に関して言いますとソフトウェアまで含めてあの分子系統で行われているあの手順がそのまま写本の系統関係の推定に使われるんだと。 でそういうふうなあの話を聞きますと特に先ほどですねどんなふうな情報に基づいてあの系統関係の写本の系統関係の推定を行うかと話をしましたけれどもそれを思い出していただければ要するにあのアルファベットでもって写本の系図を作ろうがあるいは AGCT の DNA 延期配列に基づいて生物の分子系統を作ろうがオブジェクトは違ってもやっている内容、えー、方法アルゴリズム全て共有できるという。 そんななな話がこここで見えてくることになるかと思いますしたがってあのこういうふうな話っていうのはですね結局その我々自身があのどんなデータを使ってもそのデータに基づいて系統学的な情報がどれぐらいあるのかそれさえ分かればですねいつでも方法論同じ同一共有でですねできることできるんだという話になるわけです。あもうの手こ出してもいいですか あのこれは私の新書にも何度も出したんであのご存じの方はすでに分かっているかと思いますが「あの棒の手紙」っていうのはこれはいわゆるそのかつての「不幸の手紙の」あの一つの例なんですね。であのこれ読んでいただければ分かりますけれども要するにですねあの「28人の棒を返します」っていうそういうふうな文言から始まる「あの不幸の手紙」なんですよ。であのここにいらっしゃる方あの若い方多いですが「不幸の手紙」と言っても「何じゃそれは」というかもしれませんが「えっと、不幸の手紙」って20年ぐらい前でした、ね、もっと前だね。 1980年代ありましたっけ？紙さん知ってる？やったことあるのない？<laughs> <laughs> は、確かにね、80年そうですね。要するにですねあの、ある手紙が来たらそれと同じ文言で、あの20人30人とで手書きです。あのコピーなんかしたらあの,あの死にますがダメです。手書きで書いて、それであのバターッとあの,ーッとのーッとばらまくんです でそ受け取った人はまた同じことをやるこれ「不幸の手紙」で言ったんですが要するにあの棒の手紙っていうのはこれはその手書きで書くというそこのところがみそでですねあの書き間違いが生じてしまったということです。もともとは不幸の手紙と書こうとしたのが不と幸がくっついて棒になったと。であのこ,れこれっていうのは重要な点はですね要するにあの送られてきた文言と同一のものをこれをあの書かないと棒がやってきますので同じ文言を書くというそういうあのプレッシャー要するにこれは写本なんですある意味。 社本というのは元の原稿と同じものを書くというのは原則ですから不幸の手紙もそうなんですけどもそういうふうな同じ文言を書くというそのプレッシャーがかかりますとあるところで生じたミューテーションがですねししそんそん伝わっていくんですよ。でそうしたの棒の手紙の系譜っていうのはこれがあのちゃんと再節約的に推定できましてでそうするとの書けるっていうことになります。 とさっきのカンタベリー物語もそうだしこの,あの棒の戦いもそうなんですけれども要するにですねあ,のあるところでミューテーションが生じてそれがそのまま保存されているならば現在我々はその保存されている系統学的情報に基づいて過去を復元できるともちろん真実かどうかはわからないけれども妥当な系統仮説を復元できるとこれがあの系統推定の一番根本の根本なんですね。 要するに情報が現在まで残存していて、初めてそれに基づいて、遡って推定ができるんだという。これがの系統推定の考え方になります。ですから、それは、あの写本だろうが、棒の手紙だろうが。あの D. N. A. の塩基配列だろうが、もう全く変わりがあります。そこのところのロジックっていうのは、ね、非常にこうはっきりしてるんですね。あのテキストがなくったって、あの系統推定はできます。例えば百鬼夜叉絵巻っていうのがありまして、でこれはすみません、もし皆さん今。 あのネットを繋いでるんだとですね国際日本文化研究センターのサイトにつないでいただきたいんですがちょっと待ってね URL 読みますかあの日文のサイトですえー、っとあのエマキというこういう URL を見てください <laughs> このきき日文ドットアットドットドット jp ですねこの絵巻物モこれあの見ていただきますと。 はい、えっとこのエスランスルーを押していただくとですね、えっとこの下のところ、えっと真ん中の右あたり、こ百鬼れ用えまきってあります。これがいわゆるその百鬼れ用えまきがそのままあの上部公開されています。これはあのえっとえまきものですから、こうロール紙なんですけれども、あの前半後半この上と下でですね、右分割されています。例えば上の前半見ていきましょうか。 時間かかるはい、これですねあの今あのここのところに全体の絵巻物の中の,その拡大されている部分のウィンドウが出ていますでそれがこれですこれは一番しょっぱなんですねだ下のところにあの日文系の人がその説明文キャプションつけてもらっていますがこれですね要するにこうずるずるずるっとこう右の方にちょっと待ってくださいねちょっとよいしょ。 ズルズルズルとこうあの移動させていけば分かると思いますが要するにですねこれあのただ単にこう化け物たちがですねこう出てきてるだけなんですよ。であの大切なことはですね絵はあるんだけれども文がないんですね。 でこ,れはのこれ前半半部部分分ですす後半部分もあ,るありますあの皆さん見て頂ければいいんですがそれであの先ほど言いましたがこういうふうなその伝承されている情報がですね文字情報じゃない場合でも系統学的な情報って実はあります。でそのを実際にやったのが、えっと、この日文研で今アメリカにおあの留学あのおられます山田庄司さんという方でしてあの彼がですね要するに。 絵だけなんだけれども、その写本館のですね。この化け物のその登場順序オーダーですね。これを見ますと、あの2つの写本の間ですね。ある写本ではこう前の方に登場していた化け物が別の写本では後の方に登場するとつまり、この登場の位置のですね。あのバリエーションがあるんだとで、そうした時に彼が言うには例えばその。 今この出ている2箇所で登場位置と違いがあったとしたならばこれは写本間の距離が2であるというふうに見なそうとあのいわゆるその表形的な意味でですねあのなんていうんですかその、えー、モンスターの登場位置のバリエーションのサイトの数をこれをその写本間の違いというふうに定量化しようと。 でそうするとの場合によってはです、ね、これはこの場合の距離2なんですけれども場合によっては4の違いがあったりで場合によってはもっとたくさんの違いがあったりするつまりこの写本館で同じ百鬼夜行絵巻として伝承されているものの中でもそのモンスターの,その登場する位置の違いを これを定量化すれば、本間の違いがこれがこういうふうなまあこれはいわゆるそのミニマムスパーニングツリーというその最小展開木なんですけれどもこういうふうな系統関係でどの写本とどの写本が近いか遠いかというのがこれが定量化できるでしょうというのをこれは彼がやった仕事なんですね。したがってあのこういう何て言うんですかその文字テキスト全くありません。単純に絵絵だけけなんですけれども、の、の 情報も例えば今見たような絵の登場順番というふうな情報を考えるならば我々はこの伝承された写本には系統学的な情報があるでしょうとうそういうふうなあの情報がここに出てくることになります。であのこれはですねあの 山田さんはあのこんな感じであの登場するその位置の違いをそのまま距離に直したんですがこれはあのひょっとしたらですね2つ考え方があってあの例えばその生物学者が見ればですね2つ考え方があって1つはですね例えば4十本の写本があればきっとどれかを手本にして書き写ったならばです、ね、変異が生じて燃焼されてはるはずなんですよ。これはいわゆる形態進化ですね つまりあるその大元の化け物はどういうふうに書き写されていったかによってその書き写す絵師の癖がですね伝承されるはずなんですよしたがってそのモルフォロジカルキャラクターのその形態の伝承を見ていけばおそらく今この単純にですねそのモンスターの登場順番だけじゃなくって一個一個の壮大なモンスターの,その形態の変異っていうのを見てやればおそらくバイオロジカルにはもっと面白い話になると思います。あともう一つは これあの1本のロール紙ですからちょうどあのゲノム情報の上での遺伝子ののの並びの順番のデータが使えるんででそうするとあのゲノム情報学で遺伝子がどういう順番に並んでいるかっていうのこれンオーダーデータといいます非常に重要なデータなんですがそのやり方をそのまま使いますとひょっとしたらこのヘマキムのこれに関してです、ね、あのゲノム情報学のあの方法論がそのまま使えるかもしれない。 ですから単純にこうやってその絵巻物でそれで通常だったら生物学で全然こんな系統関係な見なかったはずなんですけれどもひょっとして今言ったようなですね一個一個のモンスターの形態学的特徴の話もう一つそのゲノム情報学的な遺伝子順序データの問題というのをこれを考えますとひょっとしたらこの絵巻物のこのデータっていうのはもっと別の使い道があるんじゃないかとは思います。こんんな話っってててもうう山のように出てくるでですねさてえとですねねさえと あの旧大の昆虫に来てこれをお見せしないわけにいかないよね。あの昆虫学教室は当然これは必読書なんですよんです。読んでない人いますあのしょ大はこれはあのもう実にあの面白い本ですから沢田さんは OB ですからね昆虫研の。<laughs> はいあの 兵庫県にいた沢田君あの昭ゆ大彼は僕は彼があのここの昆虫,昆虫学教室の,あの大学院生だった頃から昭ょ大の話は聞いていましてあのその頃のあのうゆ大図鑑の初期のやつは僕もらってるんですけどねあのカラー写真であのもらっていましてあのこのこのうゆ大のこの本の,の中にはカラー写真ほとんどないかと思いますけれどもあの私がもらったのはこういう写真です。あの当時はまだあのドイツ箱に並べていたはずですね。 あの、しょ、みや、正代知ってる、あの、お弁当の正代です。あの中身抜いて、あ、見てわかりますよ、ちゃんとあの、絶妙な位置にピンが飛びてありますね。これやっぱおさ法があるみたいですけれども、あの、最近例えば袋に入ってるみたいなんですが。あの、こんな感じです。美しいものですよ、ね。で、あの、これ、当然、あの、解剖できます。あの、いわゆる、その。<laughs> 教類学的な解剖ってやつですヒレの形状からあの口のネジの形状までもう実に素晴らしいあのこういうふうなあの解剖図があって当然解剖できればあの携帯の記載できますからこういう記載がありますさすがにラテゴン名前ついてないね <laughs>、はい、あの当然こうやってあの検索用もかけるというつまりですねあの我々がなんていうのかなその 分類学的なそのものの見方をするときにはです、ね、あの先ほどその休憩前にも皆さんにお話ししましたけれどもあの生物だけがその分類学的なな対象になるのありませんこれはあの分類でも系統でもそうなんですがいろんなものがその見ようと思えばですねいつでも分類学的あるいは系統学的な立場から見ることができるわけです。でしょうゆだっていうのはこれはもう澤田君がもう二十数年やってることですからもう割に最近日本ではよく知られていますがまだ知られていないのがですねこれですね。 あのスーパーであの食パンの袋を止めるのを使ってるじゃんあのバッグクロージャーってやつですこれこれ今度も皆さんぜひ集めてみてください日本だとまだ埼玉の工場しかないからそんなにバリエーションないと思いますけれどもこれちゃんとあの名前が付いています送るパニードっていう名前付いていますであの国際送ルパンニードソサイティーってありますちゃんとサドクローム文出ていますあこれあの面白いちょっと見てみますすいませんこんなんで、ね、見始めたら、ね、キリがないんですけどねちょっとあのせっかく皆さん今つながっていますから あの送りパンでしソサイティのやつ見ましょうかえっとねちゃんとそのブックマークに入れてあるのが怖いですえっとあこれ、ね、最初見たら一体何の分類学のサイトかと思うんですけどこれパンドメクリップの, <laughs> あのサイトです <laughs> 素晴らしいですよあのちゃんとしっかり出てるんですよあの送りパンなし図とは何かとかね はい、あの、こういうふうなものであると、あの、皆さん見ての通り、ですこれ、あの、国際的に、あの、かなり、あの、変異性に飛んでいるらしいです。あの、あの、分類学から、ちゃんとあります。載っています。あの、どんどん皆さん、チェックしていってください。分,分類したいですね。低糖時、こに乗ったかなモルフォロに乗ってたかな。低糖時。じゃ、これは、あの、こういうやつですね。はい。エクセン写真撮ったりしたかな。<laughs> なんか資源の無駄遣いと言ってはいけないんですよ。これ、<laughs> 我々の持っている本能の赴くままい,いということではい。あのこういうふうなやつがあります。すいません。どうぞ皆さんあのあのご自由に見ていってください。私はスライドに戻りますが、<laughs> えっとですね。はい、先ほどの続きですが、はい,はい、はい。はいで、あのこういう風うなやつがありまして。で、あの,あのもう当然。その。 えー、来と同じく、えー、形態学的の特徴まあこれはあの見立ては、ね、あの,なんていうの爪のところあるいはのマンディブルと見,た見なしてですねそれであの空いてるところをこう口と見てるんですそれでこうガブッと噛んでるというそういうふうな疑似生物と見なし,してるわけですが当然こういうふうなあの系統字も書こうと思えば書けると書いてしまっているのはこのソサイティなんですけれどもこんなふうなあのものになってくるわけです。 というわけであのもう生物は全然関係ありません関係ないんだけれどもそこを流れる同じものを是非感じてください要するに我々は生物であろうが生物でなかろうが分類したり系統を推定したりするっていうことは全く同じ目線で見てるんですね。で情報は違いますオブジェクトも違いますでただやろうとしていることは全く同じだというそこのところを是非受け取っていただきたいと思います。 えっとこの辺のところはもうちょっとあったかなあと,はあ,あとはこれはおじぎびとですねあの街角で立っているあのおじぎびとねあのこれもえっと、ね、あの久保田建設の庶務課長が1950何年だかちょっと私のケイ字ージマンドに書いてあると思いますがにあの作ったことが分かっていますもう捜査に決まっているんですよ。 でその後も,うあのもう日本中で、ね、つ,つう,うらうらの,あの街角の工事現場に立ってますよねあれあのどっち方向にこうねあの体を傾けているとか目線をどう向いているとかもう非常にし,しっかりと調べればちゃんとこういうふうな、えー、系統字も書けますこれもちゃんとあのサイトありますよあのね馬かげてるとか馬かげてるんだけれどもなんかねあの、えー、面白いんですよこれであの調べればすぐ出てくると思います お辞儀人集会場。はい、あの、ここのところにですね、あのお辞儀人の分類の仕方というのが書いてあります。直立不動型、弁慶型、三重切り型、持たれ型、犠牲者型とかね。あります。あのね、これね、皆さん、あの、お,おそらく、年配の方だったら、ご存知かもしれませんが。あの、昔の、言葉で言いますと、いわゆる、その。路上観察ってやつなのね。 日本の文化芸術であります路上観察学あるいはトマソンといった方がいい超芸術トマソンといった方がいいのかもしれませんが要するにあの気が付かなければ誰もあの注目しないんだけれども一旦気が付いてしまうともうそれの虜になってしまうとまあさっきのしょだもそうだろうしあのパンドベクリップもそうですけれども要するに全然その何の役にも立たないんだけれども何か知らないけど我々の持ってるです、ね、こう分類的な欲望をですねかきたてるものがあると。でその一つがあのお辞儀人なんです だとそういうふうには見ていただきますとなんでこんなものと思うかもしれませんがどこかであの否定しきれないものがあるから少なくないんじゃないかと思いますけれどもこういうふうなものがありますお辞儀人あともう一つなんかあったっけなあ、そうそうお辞儀人こういうのねついでにねこれちょっとねあのお辞儀人ほど全国区じゃないんですけどもう一つあるんですよこれがね僕もあのつい最近聞いたんですがあのね 飛び出し小僧これ滋賀県限定だと言われてるんですがあの見たことある人います飛び出し小僧っていうのは要するにですね僕は,京都僕は京都なんですけど見たことないんですけれども要するに道路端に立ってですねこう道路に飛び出した危険と子どもに教える人形看板これを飛び出し小僧っていうやつこれのです、ね、滋賀県内の地域変異がかなりのものなんです。 でしかもあの場合では愛知でも見たという人が、ね、目撃情報がですね要するにあの滋賀を中心にあの周辺地域にあるんですがでこれもちゃんとあの今お見せしていますけれど分類されていますであのコレクションもこう集まっています古典型とかですね看板型とかですねあの既製品がいろいろありますキャラクター型とかこんな勝手に使っていいのかというのもありますけれどもこういうふうなものもちゃんとあるんです。ですからあのこれもあの全く同じで要するに我々がですねな何かしらオブジェクトに目をつけてそれの分類 分類をしたり、あるいは系統図を書いたりって言うのはですね。これはあの理屈じゃないんですね。何 <laughs> だって？ありとあらゆるものが我々のその関心を引きで一旦関心を引いたら。 分類学的に整理したくなる名前もつけたくなる場合によっては系統字も作りたくなるっていうのがこれがあの我々がこういう多様性を見た時に普遍的に感じる一つの欲望なんだとそんなふうに考えていただきますとあのサイエンスとしてのですね分類学とか系統学の奥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 あたりには我々がもともと持っている根源的に持っている欲望が渦巻いていてでそういったものが折に触れて思わぬところで表に出てきているんだと。 そういうふうにあの考えていただきますと、このあたりのあの一連のですねあの研究というんですか行為っていうのは非常に面白いことが見えてくるかもしれません。だからねあのあのバカげたことじゃないんですよ。あのやってることは割にですねあの普遍的なものを必ず持っていると思います。ですからその意味で言いますとあのこの辺の話っていうのはまあいろいろあって楽しいです。面白いです。 ポケモン、あの筑波大の石村くんが。これ、これちゃんと、あのポケモンのね、えっ、ー、とね、あの技、あの行動ケですね。あれを、あの行動化して、あのパウプで書いたやつです。でこれちゃんとしてます。再生する系統樹は、ちゃんとしてます。ね、これ、あのビデオに撮っても、後で、あの動かすしかないですね。すみませんね。ね <laughs> こういうふうなものがあります。あの、どこでも,賢も、賢しも、の系統樹っていうのはあるんだと。 チキンラーメンこれも出してかなきゃいけないですねあのこれは六年前にチキンラーメン、えー、生誕50周年これを記念して朝日新聞全面ぶち抜き広告ですこれはすごかったもうその時にもうもうもう高精細でこれあのスキャンしましたからこの一枚で15メガグランですけれどもこれは、ね、やっぱりあ,のある文化構築物がどういうふうにその進化するのかっていうのを見る一つの非常にいい例ですね あのこれを皆さんきっとねこんな風なんでこんなものの系統樹かと思う以前にですねああこういうふうな系統樹だったら納得できるときっと思うかもしれません。1958年にチキンラーメンが生まれまして私が生まれた年でもあるんですがであの当時はですねインスタントラーメンといえば袋を破いて鍋に入れてお湯を注いでなんですよこれが基本なんですよでところがですね1971年にいきなりカップラーメンが登場するんですね。 そう,うのカップラーメンこれがですねキーイノベーションですこれ以降カップに入るというこのケースがですねブワーッと広がるんですねこれはあの見事なものですあとこの下の系統を見ていきますともうどれもこれもカップばっかりなんですよつまりあのこういうふうなの商品っていうのは皆さんすあの容易に想像できると思いますがあの商品の購買ターターズって非常に厳しいですよ要するに売れるか売れないかっていうのがものすごい厳しいターターズですからあるキーイノベーションが出てきたらもうそれが売れればブワーッと広がるんですね。 だからこういうふうな感じであの現在に至るまで何て言うんですかこのチキンラーメンの系統値っていうのがありましてでも面白いのは袋入れラーメンもちゃんんと残ってるんだね,これねどういうふうなあの、ね、レフィウジが残ってるのかちょっと気になりますけれどもあのカップラーメンだけじゃないでちゃんとあの袋入りのラーメンも現在でも残ってるみたいです。 とまあ、こんな感じであのチキンラーメンの系統時ここまでお見せしたところで要するにあの系統推定の問題というのは確かに我々がこれから勉強しようとしているのはもう少し先端的なツールなんですけれどもなぜそもそもあの系統時を推定したいのかなぜそもそも分類したいのかというそこの根源的な欲望はこれは生物には全然限定されていないというそこのところをまず皆さんに。 えっとえー、お話ししたところでこれでようやくあの前半の話がおしまいということになります。